はい、駅の方を入れて、そう入れて、アンダーカットあっても簡単にスッと外れます。でまだこの状態は半型割りの状態です。この中に40度から60度のお湯を入れて、リベース面を上にして光を当てます。で必ずリベースしたところが全てお湯の中に浸かるようにします。であとはこれをかぶせて、でスイッチ入れます。リベース面の厚みが4ミリ以下であれば5分、4ミリ以上あれば10分です。一応今本輪から多分5分以上経ってるんですけど、まだこういう感じで完全には固まってなくて断性がありますので、こういうのはアンダーカットとかに入ってもスッと取れます。でこれ光当てると固まります。でもう完全にこれで硬化してます。で今からこれバリの部分削っていきますけど、今までのリベースは硬化した後もしばらくはね、24時間ぐらいはちょっとこうバーにまとわりつくような少し柔らかい感じあるんですけど、これはもう完全に硬いですので、調整とかすごく楽です。もう全くバーにこう絡みついてこなくて、本当に完全に15種硬化した硬いレジン の削った感じです。でもう研磨すぐこうやってビッグポイントでできますし、であともう即日バフかけて研磨までいきます。これでもう当日に最終の研磨までいけます。通常リベース剤今までのものだと24時間ちょっと硬化待たないといけなかったのが、その日に研磨までいける